台無しデスゲーム実況プレイ始めていきたいと思います。さあ前回の続きからいってみましょう。さてここら辺からだったっけな。クックック、これよりデスゲーム再開する。やったね。はあ、ちょうど今から料理しようと思ってたところなのに。この食堂にもこれ見よがしに大きなモニターがあると思ったら、案の定ゲームマスターさんのご登場ね。クックック、用意周到だろう。電気はもう大丈夫？服が焦げてるよ。電気はもう大丈夫って心配しといたろ。クックック、もう心配はない。大事にならなくてよかったね。ハオさんにお礼しようね。優しい。あ、うん、ありがとう。どういたしまして。うん。可愛いかよお前、バッドアップル DA。 デスゲームを再開する。あんたさっき危険な目にあってハオに助けてもらったばっかりなのに、まだ続けるつもり？画面越しじゃなくてちゃんと出てきて説明しなよ。わ、可愛いお前。あんまりふざけてるようならいっぺんカツ入れてやっても。ちょっとかわいそうって言っといたろ。ガタ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 、かわいい。え、もしかしてバッドアップルさん震えてる？マジ？なんかごめん、別に殴ったりしないから。優しいんだな、お前優しい子なんだね。って、これだとまるで私が悪役みたいじゃん。てか普通、デスゲームでゲームマスターに突っかかったら殺されるやつなのにな。突っかかったところで直接殺される気配皆無だけどね。うふふ、怖い。お前黒幕だろ実際。ううー、とにかく全員揃ってることだしリベンジマッチだ。え、全員じゃない？本当に？え、誰かいないってこと？本当に？って言っといたろ。全員じゃないね。秋月さんがいないよ。あ、やっぱ秋月さんダメなやつか、あいつ。というか、その秋月くんってさっきの投票の時いたっけ？いや、いなかったよね。だよね。え？あ、それは、あわあわ。ああ、秋月は腹痛いから部屋で休んでるってよ。そうなの？大丈夫かな？そうか、それは大変だな。何言ってんだお前。仕方ない、彼にも休んでてもらおうか。なんで急に棒読み？しかもこのデスゲーム体調不良で欠席は可能なのか。確かに。コホン、それではゲームの始まりだ。絶対お前秋月くんじゃん。処刑対象を選び投票してください。またかよ。いや、これさっきと全く一緒じゃん。相変わらずいきない投票なのか。全く付き合ってられないな。私は部屋へ戻る。それは死亡フラグ。あって言っといたろ。あ、その後彼は変わり果てた姿に。ふふ。人を勝手に殺すな。いくら緊張感ないっつってもこのシチュエーションの中でなんでどいつもこいつも自分から死亡フラグ撒き散らしてんだよ。そろそろ始めてもいい？うん、そうだね。デスゲームは困るけど、みんな優しいんだな。みんな優しい、大人だわ。このバッドアップルのことをさ、子供だと思ってるもんね、みんな。バッドアップルさんの考えをちゃんと聞かせてもらいたいな。クックック、今回は裁判の時間を用意したからトガビトを選び出すのだ。トガビトって、それに裁判と言われてもね。だったら裁判の時間が終わるまで放置したらいいんじゃない？確かに。誰にも投票しなかったら投票が無効になる。そうしよう。それだと心くんが危険だよ。確かに。そうね、最初の投票では時間切れまで放置した場合、左上に表示されていた心くんに自動で投票されていたわね。ふふ。あ、そうだった。そうだ、みんなで自分に投票したらいいんじゃない？そしたら全員一票ずつになるじゃん。確かに。さすがに全員処刑ってことはならないんじゃない？あ、それがいい。あれ？今気づいたんだけど、この投票画面、ハオくんがいないんだね。え？俺？がいないの？あ、本当だ。俺が真犯人なの？本当だ。え、マジじゃん。最期長の投票の時もそうだったわね。ふふ。ということはハオさんは絶対に投票されないから安心だね。お前優しい、嘘だろ。この状況だったら絶対俺が黒幕なんじゃないかってみんなで話し合うところじゃない。なんであんたがいないのよみたいな。あんた
もしかして黒幕なんじゃないのみたいなところじゃないの。お前優しいな。はあ、めっちゃラッキーじゃん。お前お前楽しいかよ。お前ら、お前らと一緒にいると楽しいわ。ラッキーというか、なぜ一人だけ投票画面にいないのか気にならないのか。本当だよね。本当それですね、金平さん。何か意図があるのかしら、ゲームマスターくん。それは、まあそもそも仮に全員が自分に一票ずつ投票できる状況だったとしても、もし一人でも裏切ったら二票ずつ獲得できるやつが出てきて、そいつが処刑されるってオチだな。確かに裏切る人なんていないと思いたいけど、絶対にいるとは言わないが、絶対にいないとも言い切れない。確かにね。そうね、まだあまりお互い知らない状況で個人個人の良心に任せるのは危険すぎるわね。その通りだね。私はみんなのこと信用したいな。あ、やべえ、俺個室に置いてたタブレット持ってきてない。お前あたしも、てかみんな持ってきてなくない？あれがなかったらどのみち投票できないじゃん。あ、誰か一人が代表で投票するんだ。なんだそれこのモニタータッチパネルになってるから。意外と設備はまともなんだな。へえ、代表者は気に入らない人に投票すれば間接的にその人を殺せるわね。ふふ。そんな。確かに代表者一人に俺ら全員の命握らせていいわけ。そもそも先ほどから投票が無効になる前提で話を進めているが、実際に無効になるというルールはあるか。あ、確かにね。みんななんかさ、もうおちゃらけた感じがさ、出ててさ、いやいや、まさか絶対人は死なないだろうみたいな雰囲気出てるからさ、こんなのんきにやってられるけどさ、実際これで、まあ、投票しちゃってさ、普通に誰か死人が出たら、え、このデスゲーム本当だったの？え、やばくない？じゃあ、どうすればいいのよみたいなモードに入りますよね。え、そこまで考えてなかった。お前ゆる、ガバすぎんだろマジで。例外ルールか。そうだな、例えば今裁判に参加していないこの場にいない奴に投票するとか。それがいい、全乗っかりしたろ。グッドチョイス。あ、何、グッドチョイスとかあんの？今まで俺ノットグッドチョイスだったってこと？じゃあそれで、ん、なるほど。わら、何、念のため確認なんだけど、今この場にいない人に投票したら処刑は無効になるってことでいいんだよね？え、うん。それならよかった。あ、マジ？それ、いけるじゃん。なんでそれバラしちゃうんだよ、運営側が。ほんとだ。あ、マジだ、ダメじゃん。やばい、投票のカウントダウン始まっちゃった。じゃあこいつか。で、誰が代表になるの？あ、俺が選べるわけじゃねえんだ。ハオ、投票して。あ、オッケー。じゃあこいつだよね。秋月に投票しました。あー、よし、さすがハオ。秋月くんはここにいないからこれで処刑は無効ね。勝手に投票しちゃって申し訳ないけどね。ハオ、なんか投票押し付けたみたいになってごめん。あ、全然気にしてないよ。でもお前なら信用できるし間違いないと思ったからさ。待って、これはなし。これ以降この例外ルールはなし。自由だな。今のところで、秋月くん以外に投票したらどうなんだろうね。後でやってみますね。後出しでルール変えられるって一番萎えるやつなんだよな。そうだよね。てか、投票されたくないんだったら最初から秋月に投票できないようにしとけよな。ニヤニヤ。というか、なんで余計なこと言うの？投票システムいじるからちょっとタイム。おい、そのクソダサ画面やめろ。お前はクソダサ画面に何か恨みでもあるのか？なんで揉めようとしてんだお前ら。休憩時間みたいだし、みんなでご飯にしよっか。ゆる。何これ、いいのこれで。あ、終わり。ゲームをプレイしていただき誠にありがとうございます。ゲームマスターは懲りもせず次なるゲームを考えているようですよ。このゲームの更新情報などはツイッターにて随時お知らせしています。あ、そうなんだ。よろしければアットバット4、これアップルか。4で PPLE でアップルなんだ。をフォローして応援してくださると嬉しいです。フォローしとこう。この後自動で開くセーブ画面でセーブをお願いいたします。次回、
更新時はタイトル画面で続きからを選択してくださいね。あ、了解です。それではまた次回の更新でお会いできることを願っております。うわ、ここで終わりなんだ。ちょっと寂しいな。To be continued。あ、そっか。これ、それがいいってやったけど、この場にいないってちょっとやってみるか。じゃあそれで、あ、変わんねえわ。じゃあここで、秋月くんじゃなくて、ここで秋月くんじゃなくて、何ごタップそれともわざと心にやってみた。この場にいないのはほら、最初の試練の後にあった。ハオ、ぼーっとしてどうしたんだ。なんか思考が飛んでた。大丈夫か、投票頼んだぜ。あ、もう巻き戻されたの。何あー、そう、変わんねえんだ。あー、オッケーオッケー。じゃあここまでしかできないね。なるほど。ということは5タップしても意味がないということですね。はい、わかりました。はい、というわけで今回はっていうか、このゲームは現状ここまでしか出てないので、この後は更新され次第ちょっとやっていきたいと思います。このままずっと本当にギャグみたいな感じで進んでいくのかな、それとも本当に途中から始まったりすんのかな、デスゲームみたいなのが。この口だけのやつが俺なのかな、どうなんだろうね。まだ何も考察する余地もないよね。今んところ怪しいのは秋月くんだけど、秋月くんなのかな、犯人は。全然よくわかんねえやというわけで今回もこのぐらいにしておきましょう。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた。台無しデスゲーム実況プレイ始めていきたいと思います。前回終わった次の日ぐらいになんか更新が来て、もう今はとりあえずできないんだけれど、会話パートみたいなのがこれなんすよ。サブイベントってのが追加されたみたいで、任意のキャラクターと会話ができます。個別会話は本編の進行に影響はありません。モニターを調べるとサブイベントを終了しますってのができたんで、ちょっとこう各々のキャラクターたちとちょっと喋ってみようかな。ちょっと親睦深めとこっかなと思って。あ、ハオくん、冷蔵庫の中特に野菜や果物がたくさん入ってるみたい。トマト、リンゴ、かぼちゃ、ぶどう、さくらんぼ、なんでも作れちゃうね。そうなの、フルーツだけでバッドアップルさんどれくらいで戻ってくるのかな。なんか下ってるし結構かかるかもしんないけど、一応本人はちょっとって言ってたからすぐ戻ってくる予定なんじゃない。そっか、じゃあお料理は簡単なものがいいよね。秋月くんお腹の調子悪いみたいだし、トマトのオムレツを作ろうかな。いいね。でもトマトオムレツとお腹痛いのって関係ある？あ、俺もちょっと思ったわ。全然あの料理精通してねえから、トマトとオムレツってお腹に優しいんだ、へーって思ってたわ心の中で。うん、トマトやオムレツは消化にいいんだよ。あ、そうなんだ。うどんとかじゃねえんだ、お腹痛い時は。生卵や固ゆで卵は良くないんだけどね。あ、そうなんだ。ゆで卵とか生卵は良くないけど、オムレツにすると消化いいんだ。へえ、そうなんだ。歯は知ってた。いや、全く知らなかったよ。だよね。でもさ、トマトは苦手な人もいるかもね。あ、そうだよね。ハオちゃんは、ハオちゃん。ハオちゃん。もういつの間にそんな距離感縮めてきた。トマト好きですね、めちゃくちゃ。よかった。私もトマト大好きなの。パー、パーってなんやね。家の近くにトマト農園があって、そこのお兄さんがよくお裾分けしてくれるんだよ。トマト好きかどうか他の人たちも聞いてみるね。卵アレルギーも確認しないとね。ハオくん、また後でね。あ、また後でね。かわいい子だな。この企画って何時頃終わる予定なんだろう。あんま遅くなるなら門限やばいか。門限あんの？この感じで？特に須藤、執事のやつがうるさいんだよね。執事？未来っていうの、この人。未来ってお嬢様なんだよ。お家とっても大きくて、あ、そうなんだ。執事さんやメイドさん、コックさんたちがいるの。へえ、すごいね。って言うだろうな。これ、ミラだけど、未来って読むんだ。読むんではないか。本名が未来なのかな。あはは、まあね。でもさ、門限8時は厳しくない？小さい子じゃないんだからさ。まあね、8時ってなると、そこから楽しくなってきたりしちゃうもんね。でもわかるよ。俺もお父さんだったら、まあ、男の子が、男の子しかいなかったりしたら、別に門限とか気にせず、まあ、お前ら、なんとかしてこいよ、みたいになるけど、女の子だったらめちゃくちゃ厳しくしちゃうかもな。門限5時ぐらいにしちゃうかもな。もうちょっと伸ばしてくれてもよくない？でもその代わり多分、パパシルバニアファミリー買ってって言ったら多分70個ぐらい買うだろうね。70ハウスぐらい買うかもね。
シルバニアファミリー70ファミリーぐらい買うかもね。あんまり遅いと未来のこと心配だからだよ。それは分かってるんだけどさ、ちょっと過保護すぎっていうか、まあね、女の子の場合はね、なるて、絶対、パパは。未来のお父さんとお母さんお仕事でお家いないこと多いよね。だからきっと、しずじさんたちは未来の両親の分も、未来のこと大事に思ってると思うんだよ。まあ確かに大事にされてる感はするかな。そう思ってくれるといいよね、娘が。いやもう門限厳しすぎで逆にグレたりしたら、わけわかんないもんね。使用人みんないい人たちばっかだしね。うんうん、二人は友達同士って聞いとくか。そうそう、友達同士。そっか、言ってなかったんだよね。学校とかは別なんだけど、愛理とはコラボ配信もよくしてるんだよ。ああ、いいね。コラボとかやってみたいけど、ちょっと相手側に迷惑かかるかなとかいろいろ考えてやりづらいよね。ダイエットにいい運動と食事の組み合わせの紹介とか、食べ過ぎちゃった時のための簡単な運動の紹介とかね。ああ、そうか。二人ともがなんか、お互いを支え合ってんだ。食べ物の動画と運動の動画で、いいもんね。なんか、あ、ちょっと愛理ちゃんの動画の料理、のやつ作りすぎてお腹が膨れてきちゃったな、どうしよう、あ、そうだ、ミラちゃんの配信で運動してプラマイゼロだって感じにしてんのかな。そうだ、今度ハオも一緒にコラボしな。あー、そうだね、女の子二人と男一人で大丈夫かな、心配だわ。わー、いいね、ハオくんも動画配信とか投稿とかしてるの。あ、してるしてる、ゲーム実況してるよ。マジ、もしかしてめちゃくちゃ人気のストリーマーだったりする。いや全然ですよ。後でチャンネル教えてよ。また今度打ち合わせとかしよう。どうしよう、この人たちが100万人とかの配信者で、俺500人も行ってないけど。うわ、こいつ全然人気ないやんつって、コラボとか言ったけどどうしようとか思われたらどうしよう。さっきも言ったが、無駄話はする気はないぞ。自分は話したいんだよ。お前と仲良くなりてえわ、物好きのやつだ。とにかく私から話すことはない以上だ。おい、話させろよ。え、どうした？金平さん個室に残っていたかったみたいなのに。半ば無理やり食堂に連れてきちゃったから怒ってるのかな。愛理さんどうしたの？あ、あの人、金平さんだよね。メンタリスト系ストリーマー。あ、そうなの？メンタリスト系なの？どういうこと？金平さんの占いよく当たるって評判で、それに占いだけじゃなくてお悩み相談とかもしてるんだよ。あ、そうなんだ。じゃあいいやつなんだ、絶対。金平さんもストリーマーさんだったんだね。動画にはいつも顔は映っていないけど、声が一緒だし、占い師さんみたいだし、間違いないと思います。すご。金平さん、リスナーさんの相談にいつもすごく親身になって答えてるから、とっても優しい人なんだなって思ってたんだけど、ちょっとイメージ違うな。じゃあ緊張してんだって、絶対。そうだね。ハオさんの言う通り。もしかしたらまだ緊張してたり、みんなに遠慮してるのかもしれないよね。もう少しして周りに打ち解けたら、愛理さんがよく知ってる配信中の優しい金平さんの姿を見せてくれるんじゃないかな。そうだな、だって急に揃えられたんでしょ。全員が全員仲良しとかじゃなくて急に集められたんだったら、そりゃ金平くんの気持ちもわかるよね。そっか、そうですよね。むしろ愛理ちゃんとか未来ちゃんとか、この天馬くんみたいに打ち解けられるやつの方が少ない気するけどね。それに愛理さんが配信見てくれることを知ったら、金平さんも喜ぶんじゃないかな。えへへ、今まで話してなかったけど後でお話してみようかな。えへへ。そうだね、金平さんが愛理さんの話の通りの人なら、とても他人思いの人だと思うから、きっとみんな仲良くなれるよ。そうだね、じゃあこいついいやつなんだやっぱり。おいおい、喋らせろよ。お前と仲良くなりてんだよこっちは。あなたはなんか変な顔出てきたのこの辺で。なんか予想外の展開ってやつ？まあ、ハオがいればなんとか。めちゃくちゃ俺に信頼を置いてくれるじゃん、心。任せとけよ。お、なんか考えがあったり？さすがじゃん。期待してる。任せとけ。なあ、あんたら知り合い？あ、そうだよ。そうだよ。幼馴染。幼馴染。え、なに？なんか変。デスゲームで幼馴染キャラは死ぬやつだろ。ほー、言ってくれるな。へ？もしくは黒幕か。そんなわけねえだろ、お前。心だぞ。でもこういう描写あったもんな、一回。それがどういう風に響いてくんだろうね。そういうギャグみたいな感じで言ってんのかもしれんもんね、まだ。そうだよ、そんなわけないだろ。まあ、冗談だけど。お前最初に殺されかけてたしな。あ、確かに。あんま思い出したくないことを思い出させんなよ。俺絶対に死なないから。うわ、めちゃくちゃいろんな伏線引いてんな。まあ確かに、このゆるゆるな雰囲気でガチで死人が出るとは思えないしな。そうだよ。
やっぱこれドッキリ企画的なやつ？バッドアップルがあんなグダグダな進行するとは思えないし。あ、そんなすごい奴らなんだ。なんだ。まあせいぜい生き延びろよ。だから死なないって、ギャー心、いいやつ。俺絶対に死なないから。それちょっと気になる言葉ではあるよな。よし、死なの。ここ圏外になってんのな。意外としっかりしてんじゃん。館内に Wi-Fi は飛んでるみたいだけどパスワードわかんねえし。連続ログイン日数途切れんじゃねえ。何してんの？そしゃげやってんの？そしゃげ？ああ、うん。まあ最近惰性でやってたし別に言っちゃいいけど。あれ？もしかしてシナノってあのシナノ？あ、なんかそういうモンストみたいな感じ？モンストみ、あ、ゲーム実況者の。そうなんだ。そうだけど。マジ？どっかで聞いたことある声だなって思ったんだ。みんな有名なんだ。誰だっけなーってずっと考えてたんだけど。シナノあんまり顔出ししないじゃん。だからさっきまで気づかなかった。あ、有名人なの？うん、登録者数めっちゃ多い。ゲームすごい上手いし。あ、そうなんだ。あと、ちょくちょく冒険っぽいの出るからたまにプチ炎上してる。炎上？くさ。ゲーム実況者は他にいくらでもいるんだし、俺が嫌なら他のやつを見りゃいいんだよな。まあね。うん。俺は俺の配信を見てくれるリスナーにはできるだけ嫌われたくないって思っちゃうな。まあね。おー、わかるわ。両方の意見がよくわかるわ。低評価とかつくと結構へこむし。てか好きだとか嫌いだとか結局個人の好みの問題なんだよね。俺の配信が合わないってんなら、もともと俺が意図してるリスナーのターゲット層から外れてるわけ。俺は俺のこと嫌ってる奴らのために配信してんじゃない。お、真っ当ですね。そういう奴らに合わせる必要があるとは思えねえな。まあね、今見てくれてる人たちが少なからずいるから、その人たちが喜ぶようなことをしたいわな。どっちかというと、そういうもしもあんまアンチみたいなのはまだ全然有名でもないから来たことはないんだけど、そういうアンチみたいな人たちのになんか流されてそういうことやるよりかは、見てくれてる人たちがより楽しく思えるようなことをしたいわな。どっちかというと、なんかクソみたいな上から目線の説教コメントをするやつとかいるけど、俺のこと嫌いならしょうもないこと書き込んでないでよそ行けばっていう。まあね、ああ、まあシナノらしいっちゃシナノらしいけど、そうやって強く出れるのぶっちゃけ羨ましいかも。え、俺なんか変なこと言った？初対面でグイグイ来られるのきつい。俺コミショだから。わ、そうなの？にしては結構グイグイ言ってない？お前。いや、さっきまでめっちゃ喋ってたじゃん。本当にね。ニヤニヤ。怖っ。あ、この子は一番苦手な子だな。ふふふ。なんか面白いことになったわね。ねえ、あなたは最後まで生き残れると思う？もちろん生き残れるに決まってんだろ。あら、自信満々ね。いいわね。そういう勝ち気な人が絶望の淵に落ちるところを見てみたいわ。お前やばくない？ノエル、あんまり他の人たちを怖がせるようなこと言うのは感心しないかな。あ、天魔の妹ってノエルちゃんなんだ。俺、てっきりアイリちゃんかと思ったわ。同じふわふわした感じだし。ふふ。兄さんこそ他人の心配より自分が生き残る方法を考えた方がいいんじゃない？逆に考えるとこのノエルちゃんだけしっかりデスゲームと向き合ってんのかもな。もしかしたら。え？だってこういうシチュエーションで兄弟揃って生き残ることなんてまずないわよね。確かに。確かに。お約束だねっていうとこ。いや、ハオさんまで。ノエルが怖い話に夢中になるのは悪いことじゃないと思うけど。あんまりそういうこと言われるとハオさんも困るんじゃないかな。いや、平気だよ俺は。全然。あら、ハオくん、怖い話は嫌いって言ってたけど好きになったのは、俺の選択肢ここにちゃんと響いてんだ。好きって言ってたら違う風になってたんだ。もうすごい嫌いなんだよね、怖い話。とかホラーゲームとか。ふふ、またいろいろお話ししましょうね、ハオくん。ノエル楽しそうだね。ハオさん、仲良くしてくれてありがとうね。いいお兄ちゃんだな。あら、子供扱い？心外だわ。兄さんこそ一人暮らしは順調なの？あ、お互いがお互いのことちゃんと思ってる素敵な兄弟ですね。ちゃんとご飯食べてるお母さんか？夜ちゃんと眠れてるお母さんか？大丈夫だよ。ハオさんの前で恥ずかしいからやめてほしいな。クローゼット何かいたり、わあ、新しい。家の配置が変わってたり、鏡に何か映ったりしてない？ふふ。大丈夫だから、多分。ふふふ。怖いよ。ノエルちゃんすごい怖いよ。ふふふ。バッドアップルさんどこまで本気なんだろうね。ハオさん、もし危険な目に遭いそうになったらいつでも言うんだよ。あ、わかった。ありがとうな、天魔。うん、遠慮しなくていいからね。天魔さんって勉強を教えてくれるストリーマーさんですよね。でもさ、
こんなめちゃくちゃ優しい天馬がさ、実は黒幕だったりしたら一番怖いよね。とか、急にみんな裏切ったりして、いや、妹の、あ、そっか、妹の命か、他全員の命だった場合、妹を取るみたいなのもあるかもしれんもんね。ごめんね、みんな、妹のためなんだ、つって。殺人鬼になる可能性もあるもんな。ん？あ、そうだよ。僕のこと知ってくれてるの？あ、やっぱり、天馬先生だ。なに、アイリーちゃんは結構いろんな人の動画見たりすんだね。俺全然見ないんだよな、他の人の。同じゲームやってる人とかいたら、ちょっとだけ見たりするね。ちょっとだけ見て、あ、こういう感想もあったりすんだ、みたいな。まあ、全部終わってからだけどね。全部自分の撮ってる動画を終わってから見たりはするけど。でも途中で見ちゃうとなんかそれ影響されちゃったりするからあんま見ないんだよね。先生はちょっと照れるね。まだ教師じゃないから。でも、天馬先生の動画本当にわかりやすく解説してくれてるし、先生は先生です。ありがとう。でも僕の動画は主に小学生向けだから、アイリーさんには退屈じゃないかな。あ、私、年の離れた弟がいるんです。弟はあんまり勉強が好きじゃなくて、何かいい方法ないかなって思って探してたら、小学校の勉強を教えるのが上手なストリーマーさんがいるって知って、それで先生の動画を教えてあげたんです。弟、先生の動画見ながらとっても楽しそうに勉強してました。こんなん聞いたらもう、嬉しくて泣いてしまうわな。天馬先生のおかげです。ありがとうございます。こんなん言われたら、すごく嬉しいよね、本当に。そうだったんだね。そんな風に言ってもらえるなんて、とっても嬉しいな。配信頑張ろうって気持ちになるよ。ありがとうね。はい、頑張ってください。ハオさんは勉強得意なのかな？いや、苦手でも得意でもないな。普通って感じで。まあ、いや、なんとかはするね。なんとかはするかな。でもめちゃくちゃ得意かって言われたらめちゃくちゃ得意でもないし。でも、やりたくないかって言われたらやりたくなくもないんだよな。得意ってちょっと調子乗っとくか。いやー、そうだね。いや、真剣に考えちゃってるわ、こんな質問に。得意だよって先生の前で言っといたるか。やっぱりそうなんだね。青さんしっかりしてるし、賢そうだなって思ってたんだ。漢字とかめちゃくちゃ読み間違えるけどね。編集してる時にあれこれこの漢字の読み方じゃねえだろうとかめちゃくちゃ思ったりはするけどね。さっき言った通り、僕は小学生向けの配信がメインなんだけど、中学校や高校の勉強も一通り教えられると思うから、もし困ったことがあったら相談してね。あ、ありがとう。ありがとう。で、いいのかな？こんくらいでいいのかな？でもこうやってみんなと親睦深められてよかったね。だいたいなんとなく分かってきたしね。こいつもなんとなくいいやつだってのが雰囲気で分かってきたし。あとはなんか自分自身のことちょっと知りたいよね。僕が何の動画を配信してんのかとか、すごい気になるもんね。一応セーブしとこっか。じゃあ、サブクエストみたいなのを終わらせてみよう。個別会話を終了しますか？終了する。プレイしていただきありがとうございます。現在ここまでです。次回更新まで今しばらくお待ちください。あ、ありがとうございました。編集し終わって、新しくもう一回、なんか更新されてねえかなって見たら、サブクエストみたいな、なんて言うんだろうね、こうサブクエストではないか、サブイベントみたいなのが更新されてたんで、やってみましたっていう動画です。いや、ほんと楽しみなんで、早く更新されるといいな。待ち遠しいですね。面白そうですね。こっからどうなんだろうね。本当にめちゃくちゃずーっとギャグみたいな感じで、デスゲーム一切起こらず全員生存でも、あんまりないっていうか、全然ないから面白いし、こっから本当のデスゲームがどんどん開幕してって、こうやってゆるくやってたみんながどんどん疑心暗鬼になっていくっていうのも面白いもんね。すごいいいコンセプトですね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。